ははいこんにちは離婚1当0番、離婚カウンセラーの渋川義之です。本日もよろしくお願い申し上げます。本日はですね、弁護士さんなしで婚姻費用や生活費をもらう方法、その1、競技編と題してお送りしたいと思います。婚姻費用や生活費をもらうというと、まあ、女性の側のお話なのかなとまあお考えになると思うんですね。 確かにですね数的には圧倒的に女性の方が多いんですけれども近年ではですね男性からの婚姻費用の請求とか生活費が足りなくてもらえないとかですねそういうお話とかもありますので分け隔てなくですね男女どちらでもですね聞いていただけるお話だと思いますただ先ほどもお話したように圧倒的にですねやっっぱりちょと女性の側としてのお話が多いと思いますので仮にですね女性の側 がまあ、もらう方という形でですね、えー、まあちょっとお答えをしていきたいかなというふうには思いますでまあその、えー、まあ、妻側の方がですねまぁ、あ、例えばまあ専業主婦だった場合ですねまあご主人がまあ働いていらっしゃっててまあ生活費をいつもいただいてるんだけれどもまあとても生活費が足らないとでまあなんとかねもう少し増やしてもらえないかっていうまあ話をしているんだけれどもまあなかなかね、えー、まあ、えー そうしてもらえないと、うん、でもこんなことではなかなかね、えーまあ、婚姻生活も続けていけないからということで、まあえー、例えばまあ別居に踏み切って、えー、ですねで、まあ、別居して、まあ、婚姻費用っていうのがもらえるらしいと、まあ、いうようなことで、まあ、どうしたらいいんだろうと、まあ、いうようなまあお考えに至るという方が多いと思うんですね。 であのまあ、別の動画で調で停、ねまあ、編というのをこう、まあ、お送りしようと思っているんですけれども、調停で,、まあ、でまあ婚姻費用分担請求というのをまあ起こしていただくというまあ方法があるんですが、えー、まあその前に協議でなん、ねまあ、とかです、ね、もらえないかというようなところもありまして、でもちろんです、ね、あの弁護士さんにお願いしていくという方法は、まあ、あの良いかと思うんですけれども、もともと生活費とかが足らなくて、えー、まあ例えば預貯金とかもなくて生活に困っているということになるとです、ね、まあ、なかなかちょっとこう弁護士さんにお支払いするまあ費用もない。 とかですね、まあ、そういうういいこととももあ,あるる方もいらっしゃると思うんですねで、まあ、その他にもまあいろんなご事情があってまあ弁護士さんの方にちょっとお願いできないと、まあ、もしくはな、まあ、らかの理由でお願いしたくないと、まあ、いうようなことがあればですね、まあ、あ,のある程度、まあ、あの民事ですからまあご自分で進めていくと、まあ、いうことをでもいいと思うんですよね。で、まあ、その場合ですねまずまあ協議ということであれば、まあ、例えば別居されて購入品を請求したいと。 協議の段階でということであればですねもちろん電話とか直接会ってとかメールとか SNS とかいろんな手段でですねご主人の方うに請求をしていくとまずそういったことはできればしてみていただきたいと思うんですね本当にそういった中でですねきちんとですねかなり例を尽くして講演費をくださいということを言わないといけないみたいに思い込んでいらっしゃる方いらっしゃいますけど最近では、ですね最近と言いますかここ10年以上前からですかね メールとか SNS とかで請求される方とかもいらっしゃるのでそういったことでも私は構わないかなと思ってます。でただですねいくら電話で催促をしても例えばメールを送っても LINE を送ってもですね何をしてもちっとも DM を送ってもですね何を言っても送っても反応がなかったりとかなかなかですね婚姻費用とか生活費をだくことができないという場合にですね一つ有効な手段としては郵便局の 内容証明を使っていただくと。 内容証明でですねご事情を簡単にさらっと書いてとにかく婚姻費用というのは義務ですから払ってくださいと義務ですからという方はあまりよくないんですけどの最初はですね柔らかくお願いベースがいいかと思いますから婚姻費用を払ってくださいねというような形でも送っていって一通、二通と送っても無視されるようであればこういったことは義務なんですからというようなことで書いてですねお送り で、その内容証明でパートナーのにうにそういった生活費とか購入費をくださいということでお話をしてですね、それで払ってもらえたっていう例もまあまあありますので、一番こういったなんですけども、簡単なお金も時間もかからない方法ですから、まずは試してみてもいいのかなというふうに思っております。 あともう一つはですね、頂点に行く前にですね、これもできればということであまり、も物手を挙げておすすめしたいという提案ではないんですけれどももし、ですね、例えばパートナーの親御さんとかご兄弟とかまとかそういった方と今までですね、コミュニケーションがスムーズに取れているようであればそういった方々にちょっとご相談されてですね、なんとかですね、生活費もしくは婚姻費用とかを払ってもらえるように言っていただければと思います。 ないでしょうかみたいな、まあ、お願いをしてみるとまあ、あるいは手紙を送ってみるとかでそういったことで、まあ、解決したというケースもありますのであの、まあ、私はまあまあ長くこういう仕事をさせていただくので、まあ、いろんなケース知っているわけですけどでもちろん今お話ししている内容ですべ、まあ、てうまくいきますとか、まあ、これで婚姻費用生活 月日はバッチリです。とかってお話をしているわけではなく、まあ、弁護士さんをまあなんだかね。使えない事情があるとまあ。それでまあ家庭裁判所に行く前にね。まあ、何かまあできる手段はないかとまあ、言った時にまあこういったまあ方法論がま1つ二つありますよ。ということで、まあ、本日はちょっとお伝えをさせていただきました。まあ、参考にしていただければと思います。はい、本日もですね。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。またよろしければですね、えー、チャンネル登録とか、えー、高評価の方ですね。是非よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。ま 失礼いたします。